そうですね。まあ、今回本当にガチのリカバリーという感じだったので、あの視力組はほとんど動かずに。まあ、ちょっとストレッチランニングと多少のサーキットメニューをやった程度で引っ込んでいきましたけど、あのちょっとみんなで言ってたのが、あの視力組って結構すぐ上がる予定だったんですけど、なんやかんや。みんなあのクールダウンした後、座ってそのサブ組の練習見てて。 これって結構いい雰囲気なんじゃないっていう話をしてる人結構多かったんですけどなんか悪い時って最後にさっさと帰っちゃってみたいな <laughs> チームってあるよねみたいな話をしてる人がいましたけど <laughs> いや普通に考えたらハムストリング肉離れということでまあもう一ヶ月ない中で厳しいとは思うんですがただあの僕も原稿にも書きましたけどちょうどミックスゾーンで、えー、大体の選手が吐けて ああと鑑定だけですよみたいな感じでみんな待ってたらちょうどそこに坂井裕樹が現れてちょっと引きずりながらスタスタ言ってたんですけどちょっとみんなで大丈夫っていうことを言ってるとでも大丈夫です大丈夫ですまあどの道引きずってでもエシュルは出るんでって言いながら去って行ったのでまあ、この人なら出るんだろうなっていう <laughs> なんか頼もしさはありましたねいやまあやっぱり多分感知しない人なんだと思うんですよねもう 概念が違うというか。なんか多分肉離れ一箇所とかだったら普通にやれちゃうとかだし、なんかあんま休みかがらないですし。なんかもうそういうランナーズはいじゃないですけど、休めない人なんだろうなっていうのはあるので、むしろ逆にちょっとなんなら半年じっくり休んでくれって言われると逆に崩れちゃう人なのかなって感じもしますけど、もうこれはしょうがないのかなっていう風に僕は見てますね。 <laughs> そんな感じだと思いますそうですねこれまで室内トレばっかりの日が多かったんですけどちょっとある走ったりもしてコホさんの話でも順調に来てますということなのでまあ、復帰は近づいてるかなというところで、まあ、その高橋とシャルクが仲良く室内トレーニングしてたんですけどシャルクもなん,かなんとなく様子見てるとどっかの肉離れかなみたいな感じはしましたちょっと張り切りすぎて やってしまったのかなっていう感じですね。人戦はですね、これはちょっとはっきり言えないですけど、ちょっとちょっと体調不良的な感じなのかなという話も聞いてますので、まあ怪我怪我ではないのかなと、そこはしちょっと時間が経ってば大丈夫だろうと思いますけど、ちょっと姿をこの日は見せませんでした。<laughs> デイビーもですね、ちょっとこの日は。 良くなかったというか <laughs>。うんですけど、やっぱり一回外れた時に。軽く痛めたのかな？っていう感じはあって、ちょっとコンディション逆戻りしちゃったかな？っていう雰囲気がありますね。もう一回しっかり上げてきてもらえればというとこなので、まあ、ちょっとその外国人枠をどう使うかって今悩ましい状態ではありますよね。まあ、ちょっとセンターバック2人は？ 外せないかなと思いますしなんなら岩波選手なり向井選手レーター3バックというのもありえると思うのでまあ、ちょっと後ろの2人はさすがに確定だろうということであと1枠をどうかな僕は最も調子のいい選手でもいいのかなという感じはしますそれこそカン選手がベストまで来たとしても まあ当然コロキ選手の出番はあるでしょうしっていうところを考えると前でまぁ、あ、サイドもね今人材が厚いかというとちょっとなかなかアルヒララ相手だとどうなんだろうというのがあるのでモーベル選手が本当にトップコンディションならモーベル選手っていうのはありなのかとこれも思いつつまあ硬そうなのはセンターファード誰か一人臨戦か 鑑定が入るというところこの3人が固いのかなという気がしますけど、うん、そうですねやっぱりちょっと2試合目であれぐらいできるんだったらという期待感はすごくありますよね本人もあの川崎戦の時はあの何パーセントですかっていう質問に対してちょっとまだその数字とか言えない段階ですねみたいなことを言ってたんですけど長谷戦の後80%ですといきなり言い始めたので <laughs> ちょっと本人も思ったよりいい感触できてるのかなっていうところはあります まあ、でも、あれよ、ああいう感じの。ポストワーク、しん、単純なポストワークじゃない、こう。しっかり相手何人かを。に、影響を与えて。縦にしっかり叩けるみたいな、ああいうプレイ見ちゃうと、ちょっと期待でき、しちゃいますよね。そうですね、特に、また、アルヒラル相手だと、めちゃめちゃ押し込まれるっていう可能性も高いので。長戦でやったような、ああいうの、ちょっと、なんか、めちゃめちゃ頑張ってもらって、カウンターのチャンスを作るみたいな。ところは。ちょっと、コロキ選手だと、ね、え ありられたとひとつは潰されちゃうかもしれないので確かにカン選手だとなんとかしてくれるかもなみたいなところはありますよねそうですね僕これ ACL 仕様って多分言ってる人多かったと思うんですけどこれはさっきのそのシャルクが怪我だとかモベルグもちょっとみたいなまずそっちの事情の方が大きかったかなというとは思います結果的にそうなったという感じ。まあもちろん松崎選手かなりね多分我々よりも監督の方が期待してる感じがあって ちょっと結果を出してきっかけ掴んでほしいというのは当然あったと思うんですけど、ねえ、まあちょっと彼もちょっとね、その試合後のミックスゾーンでは非常にちょっと心配になる表情だったんですけど、まあでもやっぱりちゃんと話す方が自分も切り返れるということでミックスゾーンも素通りはせずに、で火曜日はまた 改めてみんな話を聞こうということで囲まれて、なんかこう、みんなで励ますかいみたいな雰囲気もあったりして、最後は結構笑顔も出たりとかでですね。なんかいい雰囲気で終わったかなっていうのもありますし。あの池田信康コーチにもちょっと話聞けたんですけど、やっぱ彼がちょっと松崎選手落ち込んでる時にいや、お前はすげえやつなんだ。みたいなことを声をかけて、こうちょっともう一回、持ち上げて、盛り上がってきた。みたいない話もあって、まあ、ちょっと今回、またショックを受けてると思いますけど。 また信ビコーチあたりがしっかり盛り上げて、もう一回チャンス掴んでくれるかなと思ってます。ちょっとね考えすぎなのかこういろいろもうちょっと思い切りよく言ってもいいかなっていう感じはしますけど、まあ、でもなんだろうやっぱ最初の1戦二 <laughs> 戦がちょっとあまりにもなできだっただけに、まあ確かにちょっと目立つミスはしてしまいましたが、まあ長い目で見ていくと上昇はしてる感じはあるので。 ままだ見切る選手ではないと思いますけどね,僕はね。まあでも本人はあれ逆にもう切り替えるために使ってるとは言ってたので、まあ、どの道批判されてることはわかるでしょうし、なんかはっきり一回意見出してでそこでもうそれをきっかけにするみたいな感じで使ってるみたいなので、まあまあ SNS で余計塞ぎ込んでるってことは見た感じはないのかなとは思いますね。 ま、ちょっとああやって色々でね。気使ったメッセージ出しちゃうんで、なんかこっちの心配してしまうところが、ね、ありますけど。まあ、逆に sns やらないぐらいの方がコ心の強さなのかも。今の時代はねしませんしまそう。そうなのかもしれないですけど、なんかね。ちょっと公式戦の姿見るとあれこんな選手だったっけ？って、なんか不思議に思ってしまう感じ。なんか、多分みんなが負のオーラを感じてしまうような雰囲気が出てると思うんですよ。あの人はなんかもう明るいですね。 あのショルツ選手のお子さんにも、なんかめちゃめちゃ笑顔で話しかけたりとか。<laughs> もう、常にあれが平常って感じです。もう、ちょっと記者とかにもすごい挨拶してくるし。なんかめちゃめちゃ、ああいういい人なんだろうなって感じがすごくしますね。まあ、常に笑顔って感じです、ね。え、ね、あのチームスコールじゃ、なんだかんだで。 こうその時,時怖い感じもありますけど結構笑顔多いんですこ、うん、のロチャ監督がやっぱ監督っていう立場で結構勤めてそうしてるところはあると思いますし結構笑う時笑ってるんで <laughs> まあそこは作ってるんだろうなと思いつつみんなもともとそういう感じ豊かな方なんでしょうねそうなるとあんまり寡黙なスタッフいないですね今 <laughs> そうですね最初の2戦負けた後も全然雰囲気悪くなかったっていう話ですし なんか今また逆に調子もいいので本当に空気とか見ててなんかいい意味で本当に明るいというかまあそんな緩い感じもないですしだからなんか変にギスギスもしてないしという感じで今は本当にいい雰囲気なんだろうなというような感じますねジョアンもね結構あの時々ジョークをかましてくるので集 <laughs> 中は割ってやっぱ真剣な方なんですけど時々何かジョークを入れ挟んだりとか面白いことをやってきたりするので みんな明るいですね。本当に <laughs> なんとなく空飛んでるとあのまあ、練習も兼ねてみたいな感じで。撮っちゃうのと、あの守谷守谷コーチのなんとなくドローン担当としてなんか収めたいなみたいな感じでついつい毎回撮ってしまうんですが。<laughs> ドローン担当でもありますので、ね、なんか僕結構去年から守谷さんの写真をなぜか撮ってたので、あの去年まであの大原の屋上でカメラつけてることが多くて、なんか今日の屋上みたいな感じで毎回撮ってたんですけど。 なんかその流れというか、むりむりゃこちは結構仲良くさせてもらってて、試合前もちょっとタイミングが合えばどんな感じみたいな感じでちょっと話を聞いたりもしているので、なんか自然と写真撮ってる感じ。そうですね。あのコメントはあのクラブからリリースがあったものいただいたものなので、あの各社の取材はどこまで来てないんですけど、ちょっとねヤワ選手も若干やっぱり違うっていうコメントしてましたけど、僕もあのちょっと大原の芝の整備の方に少し話を聞いてみたらやっぱり。 去年までとちょっと違うと同じあの館、ー、芝、養芝のミックスなんですけどちょっと去年よりも大原の芝大原の芝を基準に考えると去年の最下よりも今年の最下の方が少し遠いという感触があるのでちょっと苦労するかもしれないという話を聞きました、ね、ちょっとねお互いは、まあ、両チームとも初めての試合ですまあ、ルアーも一回しか多分練習しないので どうなの？両チーム滑ってたらちょっと面白いですけど、何かね？これで負けちゃうとせっかくのホームのね。リニューアルスタートなので、ちょっとなんか芝で負けたみたいな展開だけは勘弁してほしいなと思いますけど。ちょっとね。寒そうなんですよ。週末 <laughs> ただちょっとあの <laughs> 思ったのが、あの今回スプリンクラーに変わったということじゃないですか？今まで外からの散水器で水撒いてましたけど、なんかスプリンクラーの方がやっぱり。 霧状に芝がつくのでボールがめちゃめちゃ走りやすいらしいんですよそれから下に水いかないのでちょっとギャップが出るみたいな話もあったので案外雨降ってくれた方が違和感感じずに試合できるかもしれないよ <laughs> っとするといやあのもう毎回いつもプレビューウルグラでプレビュー書く時も困るんですけど札幌戦ってあのこの間の川崎札幌なんかが典型的なように毎回札幌のある意味札幌のペースの試合にしかならないんですよね毎回巻き込まれるというか まあ、なので、まあ、どこまで落ち着いてやれるか、逆にも逆用して。剥がせるかっていうところ、まあ。冷静に冷静に。やっていければ。そこまで怖い相手ではないと思うんですけど。まあ、言うて相手を巻き込んでくる力があるので。まあ、そうですね。そこも、とにかく、どれだけ冷静に戦えるかっていうところだと思いますね。まず。それ、そこ<の笑>そこをね、ちょっとどう出るかが。 楽しみでもありますよねあのリカルド時代はかなり札幌リスペクトしてロングボール中心の戦いっていうのをやってたのでマッチェヒさんがじゃあ完全に普段通りなのか何かちょっとこう変えてくるのかっていうところは楽しみなところですよねさすがに蹴る一辺倒だとさすがにちょっと違うかなってなっちゃうと思うんでまあリカルドさんの時はもうは,はっきりと蹴るっていうサッカーにシフトしてましたけど ちょっとそのよそ行き感が感じられるかどうかっていうところはちょっと注目したいですよね。そのロングボールあるなしに関わらず、そしね。なんかトイレがすごくなったみたいなので、そこもちょっと探索したいと思ってます。